はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画は案件動画でございます。ありがとうございます。というのも、僕ら大食いは普段でっかいものをね、一つドカンと食うことがね、結構多いんですけど、そうすると炭水化物ばっかりだったりとか、野菜が取れなかったりとか、結構ね、栄養バランスが偏るんですよ。こういった食生活、もちろんね、大食いだけじゃないにしろ、皆さんもね、何かに偏って食生活していることって結構あると思うんですよ。で、今回はこの栄養バランスをサポートしてくれるプロテインがあるということで、今回はね、そちらをご紹介していきながら、そこでサポートした分、さらにね、偏った大食いをね、していきたいと思っております。というのも、今回のプロテイン、富士見というプロテインなんですけれども、50種類以上の成分から自分のライフスタイルとか体に合ったプロテインを配合してくれるみたいで、僕もね、今こんな感じでサイトで注文しているんですけど、なんかね、いろいろこう質問事項がブワッと出てきまして、普段のね、食生活とかを診断してくれるらしいんですよ。なので、僕もちょっとこちらの方で自分の体に合ったプロテインを早速ね、注文していこうと思います。はい。ということでね、先日注文させていただいた富士見さんの商品、こちら、届きました。いや、もうね、開封してあるというか、1個飲んでおります。皆さんにね、紹介する上で、これ味見しないとね、さすがに良くないなと思いまして、1個飲みました。ぶっちゃけます。うまかった。で、これね、見ていただくとわかるんですけれども、1回分ずつ個包装になっておりまして、まあ、このタイプならね、ご自宅じゃなくても、気軽にね、職場とかに持って行ってすぐね、飲めるんで、これはね、僕便利だなと。でっかいの使いにくいのよ。あれ、個人的にはね、そのジムとかならいいんだけど、職場だったりとか、普段の生活の中で外にね、持ってくのがちょっと面倒だなと思うんで、僕はね、この個包装結構便利だと思います。で、僕の場合はね、やっぱり炭水化物が多かったので、ビタミンとか、タンパク質とかが不足したらしいんですよ。だから、今回はね、このバランシングプロテインというものが選ばれたみたいで、タンパク質も 20g 入ってるらしくて、マグネシウム乳酸菌とか、ビタミンとか、いろいろね、成分が入ってるらしいんで、早速ね、このプロテイン飲んでいきたいと思います。3種類の中から、とりあえずね、これ、リッチストロベリーミルクという商品から飲んでみたいと思います。いいよ。無線までお水入れまして、僕ももともと飲んでた時期もあったんですけど、こだわりがなくて、水を先に入れるのか、粉を先に入れるのか、これって正解あるんですかね？これ、シェイクと。あ、すぐ溶けるじゃん、これ。ほて、結構思ったよりピンクだな。すげえ、いちご感。あ、これ簡単に溶けるわ。匂いもめっちゃいちごミルク。そしたらこちらのリッチストロベリーミルク、いただきます。うまっ！飲みやす！ジュースだね。プロテインじゃない。今回は水で作ったんですけど、まあ牛乳とか豆乳とかで割っても、まあベースがね、かなりストロベリーミルク、いちごミルクなんで、もちろん牛乳でも美味しいと思うけど、まあ、水で十分かな。で、今回は3種類で頼んであって、このリッチストロベリーミルクの他に、エクストラ抹茶ミルクとロイヤルミルクティー。これね、合計3種類ございます。まあ、どれ一つとか選ぶんじゃなくて、これ3種類ね、最初は選んで、自分のね、好きな味見つけるのいいかもしれないです。そしたらだ、今日はね、不足してたビタミンとかタンパク質は十分取ったんで、二郎系のラーメンをね、特盛りで食べてこようと思います。はい。ということで、プロテインを飲んだ、本日訪れたお店、こちらでございます。ラーメン鷹の目、蒲田店さんでございます。鷹の目さんは僕の動画ではね、何度も訪れてるんで、おなじみのお店ではございますが、豚だったりとか、いろいろ増したりして、最高にね、ジャンクな一杯をオリジナルでね、トッピングしながら、好きなだけ暴飲暴食したいと思います。はい、ということで、本日はですね、営業終了後ですので、お客様がいらっしゃらない状態でございます。なので、今回いただくメニューはね、しっかりと、話しながら食べていこうかと思っております。で、本日いただくのが限定で販売しておりましたニボニボ混ぜそばということで、で、今回はね、ちょっと特別に社長がこれトッピングしてくれたんですけど、チャーシューがね、丸々1本分入っております。ちょっとね、なかなか麺にたどり着きそうにないので、早速ね、食べちゃいたいと思います。いただきます。このね、鷹の目さんのまず巻き豚から。巻き豚はこんな感じでございますね。うまそう。
いただきます。うん、やっぱチャーシューうまいけど多いね。一本は今回は気を使ってくださって薄切りになってるんだけど、通常はね、まあ、この2枚ぐらいの厚みで1枚分って感じですね。うん、麺に全然いけない。うん、そしたらそろそろこれね、チャーシューも減ってきて麺見えてきたんでいっちゃいましょうかね。こんな感じでね、ベースにもしっかりと煮干し入っております。うまそう。いいです。うん、やっぱうまっ。食えない人もさ、食えるって言われましたね。確かに煮干し食えなくても食えるかもしれない。えぐみとか臭みとか、あとしょっぱさとかはそんなに強くないから、煮干し苦手な人でも多分食べられるかも。うん、うん、チャーシューがありすぎて混ぜそばなのに混ぜれない。最高のアイコンじゃないですか。確かにね。よし、したらちょっとね、チャーシュー一回どかしたので、混ぜそばですから一回これ混ぜていきましょう。よっ、うわー、よいしょ。意外とね、これ煮干しなんですけど、パンチ自体はね優しめなので、確かに無料トッピングいろいろあるんですけど、通常ね二郎系に入れるニンニクだとかは、まあってもなくてもいいかもってぐらい、これはね好みで選んだ方がいいかもしれないですね。いや、これめっちゃうまそう。よいしょ。ネギとかね、生玉ネギとか、これがね食感とか香りちょうどいい。うん、花ガツオどうですか。花ガツオ、花ガツオ合うね。いいですね。めちゃめちゃいい。よりそのえぐみとかを分散させてくれるから、本当に食べやすくなるよね。こっちの方が美味しい。チャーシューもちょっと食べていかないと。うん、ちょっとね、これ味変にレモン絞っていきましょう。レモンめちゃめちゃ合う。うまっ。うん、最近鷹の目さんに来るとラーメン系とか、まあ、汁料理系が多かったんで、久々にね混ぜそば食ったんだけど、麺の香りの良さを改めて実感できますね。うん、今日ね、まあ、もちろん週末なんで土曜日ってこともあって、この撮影がね昼営業終わる直前3時ぐらいに伺ったんですよ。でも閉店間際なのに中町がもう満席ぐらい、鷹の目さん店舗も多いんですけど、ものすごく人気店で、まあ、このね食ったら分かりますね。本当にうまい。うん、ただちょっとこれね、今回は別皿でいただきました。これね油入れていきましょう。うわっと、うわっ、煮干しとね動物系の油と、まあ、痛風の僕には大敵ではございますが、まあ、今日はね、バッチリ整えてるから。うまそう。油すごっ。追いカロリーですね。うん、また油が甘くてうまいね。
チャーシューもね、ラストの1枚でございます。乗っけちゃってレモンも絞らせていただいて、よいしょ。久々にチャーシュー1本のラーメン食うと重いね。よいしょ。あ、うん、ありがとうございます。ちょっと今高野目さんの社長からね、ご好意で特茶いただきました。あーうめえ。やっぱね、こういうもんと特茶めちゃめちゃ合うんだよ。ということで、ただいまね、麺、具材ともに全て完食いたしました。液体油に沈んでるものはね、さすがにちょっと体の心配をしなきゃいけないので今回はね、この形で完食とさせていただきます。ごちそうさまでした。ということで、今回は藤見さんのプロテインを飲んだ後に二郎系をね、とにかくわがまま注文をさせていただいて、暴飲暴食を楽しんできましたが、まあやっぱりね、普段こうやってビタミンとかいろいろね、不足してる方も多いと思うので、こういったプロテインがあるとやっぱりね、僕もね、安心だなとは思いました。でやっぱね、ちょっとうまいからもう一杯ね、これ抹茶のやつもいただきます。あー、こっちも飲みやすいな、だいぶ。でだ、今回の動画はもちろんね、案件なんで、ただ紹介するだけじゃございません。今回紹介させていただいた藤見さんのプロテイン、これ一箱で30袋入っているんですが、通常ですと8980円、税込みで9698円のところ、なんとですね、まあ、この動画のみ限定で6980円、まあ、税込みで7538円の特別価格でね、販売していただけるということでした。しかも、定期便で注文していただくと、僕がね、これ飲んでるオリジナルシェーカーもついてくるようなので、ぜひね、これ気になった方は概要欄に記載してある販売ページの方からね、詳細の方を確認してみてください。はい。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね。